吉田さん、小田裕二のお金がない。まあ、小田裕二のね、名作史の名作だと私は思うんですけどもね、まあ、踊るなんとか捜査船なんてうのはね、見たことないんですけども、お金がないはね、何回も見ましたね。まあ、続編はもう期待できないんでしょうけども、うん、だけども、ものすごくいい店舗で作られていて、特にあの、氷室康介っていうね、あの、社長ですよ、ユニバーサルインシュランスの。 あの社長がどうももともと萩原健太郎みたいな貧乏なところからのし上がってきたっていうことを匂わせるのがまた良かったんじゃないかなと思います、まあ、その中でねさまざまな学びがあるんですけども確かに萩原健太郎は1円10円をねものすごく貴重に考えていたあそんな貧乏時代だったんですけどもで一気にお金持ちになっちゃうとねなんか後半の方で性格が変わっちゃうみたいな描写がありましたよね で最終的には自分自身を取り戻して元の萩原健太郎に戻ったけども元通りお金がなくなっちゃったみたいなねでそっから自分の会社を立ち上げて要するにドーンと上がって落ちたんだけども以前のところまで落ちずに止まったんですよねで今度は自分の会社を持っているところからまた登ろうとしているっていう、まあ、そんなストーリーがちょっとね未来を感じさせてよかったかなと思います、まあ、あのドラマの中で学ぶことは結構あるんですけども私は、ね、あの借金取りの,あの例の上田さんっていうのがいましたね上野さんだったかな 借金取りの二人組が見ましたよね。うん。あれもなかなかいい味出してたのかなと。最初はねあの、血も涙もない借金取りみたいな感じだったんですけども、実はむちゃくちゃ人間味のある二人で、で、途中でね、自分の会社の社長の長尾さんがやってる不正をばらしちゃって、で、萩原健太郎みたいな生き方が好きだったんですよね。ね。私が感じたのは、借金取りをしながら、借金に苦しみながらも、明るく生きていく萩原健太郎一家がものすごく好きで、 借金が全部ね解消終わった後あのこの関係がなくなるっていうのがすごく寂しいなっていうふ、ね、うなだから萩原健太郎が大金持ちになって今度はね借金取りの方が貧乏になって食うに困るような感じで歩いてて萩原健太郎にお金をもらってねこのお金あげるけどももう二度とね声をかけないでくださいって言われた時にもうすごく寂しい思いがして「萩原さん変わったよね」って。 っていう,ふうに、まあ、何度もね借金取りとしては身勝手な言葉なのかもしれませんけどもシンプルに考えて借金取りって仕事としてね別にお金を返してくださいって言いに行っただけなんで確かに顧客とそれから事業者としてのお金を貸す側としての関係ってのはなんか結構いい味出してたのかなと思いますよねなんかそのうーん万田銀次郎にもつながるものがあると思いますけども お金を貸すっていうのは基本的には困った人が借りるわけですから助かるわけですよねでもお金を返してっていうのは当然の権利をしちゃった時になんかね借金取りが悪党に見えるのはなんか妙な感じですよ、うん、なんかそれを浮き彫りにしたのがお金もないっていうドラマのあの借金取りの関係だったのかなと思いますよね最終的にはあの金貸しの2人のあのねコンビってのは焼き鳥やしんちゃんの デッチ暴行に入るって感じで、ああよかったねっていうラストシーンだったような気がします。それでは。